皆さんこんにちは、個別指導塾キャスト塾長の小林です。中橋です。はい、今日のテーマなんですけども、東京一高総計の教科別難易度ランキングをお話ししてみたいと思います。まあ、やっぱりね、それぞれ大学によって傾向が違ったりするんですが、まあ、ぶっちゃけこの大学のこの問題ってこういうふうに難しいよっていうのを、まあ、ある程度、まあ、ちょっと全部厳密にやるのは難しいんでランキング付けをしたいと思います。で、なんでこれをわざわざやるのかというと、今過去問シーズンじゃないですか。皆さん過去問やってますよね。やってなかったらやばいですよ、ここの志望校の人たちでね。で、やってると思うんですけど、例えばもうなくなったとか赤本がないとかってことあり得るわけですよ。じゃあ自分の大学と例えば同じ傾向、似たもしくは傾向、もしくはちょっと傾向は違うけど似たレベルだったりとか、同じ傾向なんだけどちょっと難しいとかっていうのを、まあ、他の大学のものもね、解くと参考になったりするわけですよ。で、そういう時に、まあ、ぜひね、役立ててほしいということで、わざわざ今日の話をしたいなというふうに思います。はい、はい、で、まあ、それぞれ基本的に、まあ、5教科話をしていきたいと思うので、まずは数学からですかね。はい、いきたいと思います。はい、まず数学に関しては理系と文系で分けて話をしたいと思います。丁寧ですね。はい、で、まず理系についてなんですけれども、うん、まあ、一番難しいのは東大、うん、で、次が、まあ、東工大かなと思ってます。うんうんうん、で、3番目とが、まあ、ほぼ2番目と同じで、まあ、ちょっと慶応の医学部。ああ、なるほどね。はい、学部分け始めるとね。そうですね。うん、ちょっと、まあ、理系に関しては理工と医学部でちょっと別々な部分があるので、ちょっとそこは分けたっていう感じです。はい。で、それに続くのが、まあ、早稲田の理工、慶応の理工という順番にはなるのかなと思いますね。なるほど。はい。で、一応5番目まで紹介っていうことなんですけど、まあ、つまり京大はこの下にはなるかなっていう話です。うん、まあね、うん、はい。で、まあ、数学に関して、まずやっぱ東大はちょっと抜けてます。他の5つ4つとは全然違う感じではあります、正直。まあ、そうだね。はい。まあ、時間的にも問題の難易度的にも両方トップみたいな感じですね。うんうん、で、東工大に関しては、その問題レベルだけに着目をすると、東大とどっこいどっこいぐらいの時もあるんですけれども、うん、まあ、時間的な負担がまず違いすぎるっていう感じですね。まあ、そうですね。で、慶応の医学部は逆です。逆だね。時間的負担は東大に近いものがあるんですけど、問題難易度としては、そう、東大よりもマイルドな問題が一部ちゃんと含まれている感じがしているので、うん、まあ、なので、その東工大と慶応医学部に関してはこれは本当に人の好みというか、ほぼタイって言ってもいいぐらいかなっていう感じですね。うん、はい。で、次に来るのは、まあ、総計なんですけれども、まあ、京大の話を先にしておくと、まあ、近年やっぱり京大の数学って、まあ、簡単になってきているのは間違いないかなと思っています。うん、はい。なので、まあ、正直ここ2年とかだけで見ると総計の方が難しかったなっていうふうに僕自身は感じてはいますね。うん、まあ、しょうがないな、あの問題はね。はい。で、まあ、早稲田も最近ちょっと簡単だよねっていうのが続いてたと思ったら、今年めちゃめちゃ難しかったんですよね。うんうん、なので、本当に慶応の医学部とは遜色ないレベルぐらいな感じだったので、まあ、東大とか慶応の医学部とかの方に近い感じだったので、まあ、早稲田の方が難しいかなっていうことで、まあ、慶応の理工が5番目っていう形にさせていただいています。はい。はい。で、次、文系なんですけれども、文系も、まあ、結局1位は東大。で、2位が、一橋。で、3位が、まあ、ごめんなさい、ちょっとね、早稲田とかどうしてもちょっと学部を少し分けちゃったんですけど、うん、早稲田商学部。ああ、なるほどね。はい。で、4番目が京大。で、5番目が慶応の経済っていう感じにさせていただいてます。なるほど。はい。まあ、で、ちょっとね、その数学とかは、その、学部間での差が大きくて、ちょっと分けちゃいました。ごめんなさい。はい。で、ここはまあ割と僕の中では結構スムーズに決まったところではあって、はい、まあ、東大一橋のワンツーは結構すぐ決まったっていう感じです。まあ結構、まあいろんな人が見ても同じになるんじゃないかなっていう気はしますね。はい。はい、で、その京大もまあ正直簡単めではあったんですけど、うん、やっぱその、なんていうんですかね。やっぱ文系になるとそのやっぱり京大の方が数学をちゃんとやってる人向けになっている部分があるというか、そのまあそういったところで、まあ、慶応の経済とかはやっぱそんなに難しいわけじゃないので、まあ、それを加味するとここ数年までちょっと細かく見ていくと、まあ、京大の方が上なのかなという印象です。まあ、ここも人によって入れ替わるかなっていう感じでありますね。なるほどね。はい。で、ただ、その一橋と京大の間で結構大きな溝があって、うん、ここに早稲田の商学は唯一いるかなみたいな感じの、で、僕としては捉えているっていうところですね。そうですね。はい。まあ、ここは多分、まあ、好き嫌いのもあるんでね、うん、僕、圧倒的に慶応の経済苦手だったですね、数学ね。そうですね。これ、本当に慶応の経済を全然3番目に持ってくる人もいると思うんですよ。うん、いや、多分苦手なタイプって、なんかちょっとね、何か違うじゃん。そうなんだ。僕は実はね、慶応の経済の数学めちゃめちゃ得意なんですよ。あ、そうタイプね。はい、僕ね、なんでこの資格にすんの？みたいな。いや、違う、やめてよみたいな。自由に書かせてよみたいな。解かせてよみたいな感じなんですけどね。まあまあ、余談を置いといて、ただ、まあ、なので数学、今ね、話してもらいましたけど、うん、まあ、やっぱりその、例えば、東工大の人が逆に、まあ、ちょっとこう、スピードのね、
アップした問題解いてみようとかだったら、うん、慶応の医学部の問題チャレンジしてみるのもよし、うん、まあ、もちろんね1個レベル上げて東大の問題もありだと思うし ね、 そうですね、東大のやつを、うん、まあ、200分ぐらいかけてやるとかもいいかもしれないです、うん、そういうのもいいかもしれないですね、うん、とかね、自分で工夫してぜひやってほしいんですよ。例えば文系でも、例えば東大ね、まだね今の時期だったら歯が立たないって人もいるから、じゃあ京大の、まあ、今年去年の問題で、ね、1回やってみてしっかり完答できるか、ね、うん、やってみるとか、あ、そういう、ね、使い方をぜひね今日の話聞いてそのままやってもらえればと思います。はい、じゃあ次英語に関してなんですけれども、まあ、ここもちょっと学部一部分けさせていただいた部分がありまして、はいはいはい、まあ、一番難しいのはちょっとこれ、ね、分けようかと思ったんですけど早稲田の理工にしました。まあまあまあ特殊だからね。そうですよね、うんうん、で次は東大京大、うんうん、で、その次はまあ SFC、うんうん、でその次が国際教養、まあ、早稲田の国教ですね、はいはいはい、にしました。でただその実は、うん、そのなんか東大京大 SFC 国教を一橋の順番に最初は実はしてて、うん、早稲田の理工の難しさって英語として難しいわけではないじゃないですか。まあそうですね、なんか内容が難しいみたいな観点なので、うん、まあちょっとそのまあ今回の趣旨で言うと結局各問で併用できるみたいな話になってくるので、うん、まあ、全く併用できないです、うん、早稲田の理工に関しては。そうだね、なので、まあ、そういう観点だとそのさっき今言った東大京大 SFC 国際教養を、一橋の順番の方が、まあ、国際教養って言って国際教養大学っぽいですけど早稲田の国際教養ですね、うん、での順番の方が、まあ、イメージとしてはいいのかなっていう感じです僕の中では、はい、そうですね。だからここはだから考え方だと思う、うんうん、考え方だと思う。 SFC とか、まあ、ちゃんとだから英語をしっかりできる人からすると、うん、SFC 記号やんみたいな、うんうん、一橋の方が全然むずいやんって思う人もいると思うし、うん、東大と京大もやっぱタイプだよね。これタイプですね、うん、結構そのもう英語日本語の行き来が結構得意だっていう人は京大の方が解きやすいし、うん、まあ、時間制限がある中でもうどん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 処理していく方がいいと。逆に京大みたいになんかちょっとなんか半分哲学入ってるみたいな、うん、日本語出してくんだよって思う人は東大の方がいいかもしれないし、うん、まあ、英語やっぱタイプ分かりやすいですよね。そうですね、多分これはあくまで僕が恣意的に選んでしまってるので、多分僕は比較的京大とか一橋の方が自分が解きやすいというふうに感じる傾向にあるんだと思うんですよね、うんうん、なのでなんか東大とか SFC の方が嫌だと思っちゃうのかもしれないですね、うん、そうですね、だ個人的には早稲田の理工がまあまあとにかく難しいです、うん、で、まあ、次に多分東大なんですよ、うん、で東大で京大で来るんですけど、まあ、東大と京大の分岐があって一橋分岐とあとなんかその SFC 側で総計系の分岐に分かれるんですよね。そうそうそう、難しさが。だから分岐って言い出したらお前らのあれって言われちゃうかもしれないけど、あの動画意味ねえじゃんって言われるかもしれないけどでも実際そうなってると把握した上でやってほしいんですよ、うん、そうですね、うん、だから例えば、一橋の人が東大の問題をチャレンジするんだったら大問ねちょっと取捨選択してチャレンジするとか結構ありだし、うんうん、例えば京大の人がちょっと和訳あごめんなさい、あいいな和訳だですね、和訳の練習に東大の、大問ね1個、うん、大問というか大問の半分だけどあれ引っ張ってくるとかっていうのも、いいと思うんですよね、うんうん、だそういう風にこう使ってもらえるとあのうまくいくかなというふうに思いますね。はい、はい、じゃあそしたら、次は国語について、こちらちょっと小林さんからお願いします。はい、はい、じゃあ話しましょう。でまずですね、はい、東工大は国語ないですね。ないっす、はい、であと経は小論なんですよ、うん、なんでちょっと異次元だと思うんですよねその国語と小論比べろっていうのはちょっときついんで、まあ、無理ですね。そうですよね、だちょっと置いとくと、そうすると結局東大京大一橋あとはまあ早稲田ってことになるわけですね、うん、っていうとまあやっぱ圧倒的に難しいのはあの東大だと思います。まあ圧倒的って言いましたけど、うん、ただ、まあ、ぶっちゃけ何が違うのっていうと、正直東大とかね京大と一橋の問い方とかおそらくそんなに変わらないし、求められてることも変わらない。ただその分京大とか東大は理系にも同じもん求めてるんで結構ハードだよねって思うし、東大に至ってはあのね古文ね京大も古文問われるんで相当ハードなんだけど、理系に漢文までしっかり書かせますからね結構大変じゃないですか。悪夢ですよ。そう、まあ、文系ならねそれはまあ受けてしかるべきなんだけど、なんでまあまあ東大で次は京大と一橋なんですけど、あの京大は古文までしっかり出ます、うん、で一橋はあのちょっと何ですかね、そのちょっとこう古文と現代文の間みたいなね、多分明治時代ぐらいなんですかね、ああいう文章が 出るので、まあ、それが正直現代文にまだ近いわけですよ古文より。だから解きやすいって人もいると思うし、逆にいや古文は学校でちゃんと勉強してそれなりに読めるからそっちの方がやりやすいんですけどって人もいると思うんですよ。だからちょっとここはねタイプで分かれるかなと思いますね、はい、問題の質的にはまあまあ両方ともすごくいい問題だし、いい文章を毎年選ぶし素晴らしいと思うんですけどもっていう感じで、で早稲田は、まあ、そこから1個下がった感じですかね、うん、で学部間によって多少の違いあるんですけど、やっぱり早稲田の方があのもう確信を持って正解、この記号が正解だっていう問題がやっぱりたくさんあるし、例えばまあ単純な、まあ、知識問題とかも学部によっては明らかに東大京大一橋大よりは多いので、あの取りやすいと思います。だから逆に言うと、まあ、あのやっぱ国立受ける人は東京1の中で、まあ、過去問ねなんかこう選んでくるんだったらやればいいと思う、うん、ただ一橋のそっちのその何て言うんですかね、技巧文的なものは、うん、まあ、あまり他のだけ出ないんでそこはなしで、うん、現代文とかだけ練習するとかもいいと思いますし、あと結構僕がたまにお勧めするのは京大の人に東大の古文
東大に教団の古文の問題を解くのもありかなというふうに思いますね。結構古文の問題って世の中に少ないんで、うん、あの使ってみるのはいいかなというふうに思います、はいはい、あとは慶応小論文なんで頑張ってくださいそうしかないですね、はい、ちょっとレベルはね違うんでね、はい、はい、そしたら次理科について僕からお話しさせていただければと思うんですが、はい、まあ、こちらちょっと科学と物理だけ、まあ、比較対象が生物だと少なすぎるので、はい、お話をさせていただきたいと思います。でまず科学については、まあ、東大京大東工大で慶応の医学部、うん、慶応の理工の順番かなと思いますね。なるほど、はい。でまあ、結構一番悩んだのは、まあ、京大と東工大の間かなと思うんですよ。ただ、まあ、最近、まあ、東工大の科学結構簡単になってきてるなってイメージが僕の中ではあってですね、うん、で京大はあんまり科学に関してはそこまで変わってないような印象もあるので、まあ、そうすると京大の方がやっぱ難しいかな、近年に関して言えば、あのかなという印象はあります。で慶応の医学部意外とここなのって感じなのかもしれないですけど、慶応の医学部数学は難しいんですけど、そうですね、そのまあ科学とかはそこまでじゃないんですよね。なのでまあこれもね、まあ東工大最近簡単になってるから東工大簡単難しいんじゃないのっていう意見は十分あり得るとは思うんですけど、まあ、僕の中では結構このぐらいかなっていう印象はあります。ただ時間が厳しかったりするんでね、そこはあれですけど、うん、であとはまあ慶応の理工と早稲田の理工どっち入れるかっていう話に僕の中ではなったんですけど、はい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 、まあ科学に関しては僕は結構慶応理工の方がなんか考察系難しい問題とか出ているような印象があってですね、まあ、今回はこちらを入れさせていただいたっていう形になっております。はい、はい、で次物理に関してなんですけど、まあ、これね残念ながらほぼほぼ同じになってしまって、まあまあまあそれはそうだよね、はい、で東大京大東工大慶応医学部で早稲田の理工を頭慶応の理工っていう順番かなと思います、うん、はい、で一応5番目まで考えたんで慶応の理工はもちろん入れてなかったんですけど、はい、まあ早稲田の理工と慶応の理工の比較だけだったんですよ。結局したのがそれ以外は結構スルッと決まってですね、まあほぼ同じ理由だったんですよ科学と。ただ、まあ、物理に関してだけ考えると、そのまあ、どっちの方が明確に難しいかって言われると、まあ、慶応の方が標準的な問題が多いなっていう印象はかなりあってですね、で対して結構早稲田はこんなの聞いてくるんだっていうのもあったりするので、はいはいはい、まあ、そういう意味で早稲田の方が若干難しいかなっていう印象はあります。ただその、まあ、理科とかってその傾向がものすごく違うみたいなことがあんまりなかったりするので、まあ、比較は正直しづらい部分はあるかなっていうところではあります。なんか、うん、まあ、純粋にその一問一問全部比較細かくしていって、年によって違うよねっていう結論に最終的になってしまうと思うので、まあ正直、まあ、誤差の範囲っちゃ誤差の範囲なのかなとは思いますけどね。確かにね、はい、まあ、でもこういう風に並べると例えばね、その過去問足りなくなった時に演習する材料はもしかすると見つけやすいかもしれないですね。そうですね、はい。そしたら、次は社会について小林さんからお願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、社会についてはやはり東工大が社会ありませんので、うん、まあ、東京一総計って話になると思うんですけども、うん、まずですね、東大だけ社会2個なんですよ。そうです。だからそれを難しいという風に言っちゃっていいのか、いや、うん、あくまでいや日本史とかの中だけでバトらせろというご意見なのかでちょっと変わります、うん、で、まあ、まずその2科目というふうにしてら東大なのは当たり前なんで、うん、もうそれはもういいですね、はい、で1科目だけにした場合僕結構一つ橋難しいと思ってます。なるほど、はい、でもしかすると一つ橋の方が東大より難しいかもしれないと思ってます、はい、ただ難しさの質が違うんですね、はい、どちらかというと例えば東大の大論述とか日本史の問題とかってまず日本史だったらしっかりと構成力とかもしくは資料からの読み取り、だむしろ日本史の知識あんた持ってますかとかいうよりも正しい歴史観、別になんかそのなんか右とか左っぽいこと言ってるわけじゃなくて、そのなんか、うん、その時の歴史をこう見るにあたってその正しい視座から見られてますかっていう、うん、大丈夫伝わってますか？わかります。完全的に正しいかってことですね。そうそうそう、右とか左とか言ってるわけじゃないですよ。そうじゃなくてそのちゃんとそのちゃんと見られてますか、流れを俯瞰して見れてるかみたいな感じですよね。そうそうそう、例えばなんかその政治の部分の時に、うん、例えばその当時 その権力者、その政府だけじゃなくて、例えばその政府に相対して必ずその一般市民がいたわけで、うん、そうい こう対比で見られてますかとか、うん、単純な物事ね、何でもかんでも二項対立で見るんじゃなくて、こう、まあ、三権分立じゃないけどこう3つの、ね、力の均衡とかっていうのも実はあるわけですよ、うん、そういう視点で見られてる方が、そういう意味ですね。そういうのを明確に問うてくるので、東大って、うん、抽象度が高くて難しいんですよ、うんうん、そう、ただ一方一つ橋とかって、まあ、ちゃんとあなた歴史の理解あって、しかもしっかりするアウトプットできるんかいってことを、しかも結構難しいテーマで通ってくるんですよ、うんうん、そのだから人によっては日本史って資料があるから書きやすいじゃんっていう人もいるし、いや俺はいっぱい知識があるから一つ橋の方が書きやすいよっていう人もいると思うので、うん、ちょっとこれは分かれるけど、個人的には一つ橋の方が難しいかなって思う。なるほど、まあ、割と自分なんかもう文章書くのとか得意ですみたいな人だったらやっぱ東大の方よくてっていう感じ、うん、いや文章どっちも書けないと始まらないのでそう前提なんですよ。そうだからその資料から読み取って、なんかそんでは、うん、要は戦いの場に出て、その場で戦う
とか戦術を練るのができるよって人は東大。なるほどなるほど。そう、はい、だけどもともと準備しっかりしてって、うん、その装備とか整えてってで戦う方が好きな人は一橋。本当に人それぞれって感じですね。そうですね、まあ、ただ個人的にはただ受験生ってほらやっぱりどうしても1科目1科目で見るとそんなにできないじゃん、うん、だから一橋の方がちょっと重いかなって気はしますね。まあそうですね、はい、準備量は多くなっちゃいますからね、はい、ただ東大終わったらそれが ×2 なんでまあ、ごめんねってごめんねって話なんですね。結果、はい、量も比べると東大の方が量も多いよみたいな話になっちゃっちゃう感じですね。なんでまあ東大、うん、あ一橋大東大でまあ京大ですね、うん、まあ、京大の方が僕はあの記述とか書きやすいかなとは思いますね。なるほど、はいはい、ただあの、まあ、結構ね出し、まあ、ちょっと簡単に言えないんですけども出し方がちょっと違うんで、うん、まあただ一橋の方が僕は書きにくいかなって思いますね、うん、はい、で論述系だとこんな感じ、うん、で一方総計はあんまり論述あんまりなくはないんですけど論述してるとこは少ないんですよ、うん、例えば慶応経済論述させるじゃねえかっていうかもしれないですけど、うん、結構まあ30字とか数十字ぐらいの論述が多いので、うん、まあ、論述っていうよりはキーワード入れて文章にするだけなんであんまり論述じゃないかなって個人的には思うんですけど、うん、まあ、難しさのレベルで言うと、まあ、正直まあ東大の社会と比べて総計の方が難しいって感じる人も同じ1科目だけで比べれば日本史に関してはいるかもしれない、はい、要は東大の日本で結構現場で戦えばいいのでただ世界史とかになってくると、まあ、それなりに両方知識も必要だったりするので、まあ、あまり変わらないか、まあ、東大の方が難しいと感じる人の方が多いんじゃないかなと個人的には思いますね、はいはい、ただじゃあ京大と総計とかってなってくると、まあ、むずいっすね。まあ、正直ね並べられるかっていうと結構社会は特性が違いすぎる部分があるかもしれないですね、うん、そう分岐だよさっきのそうですねさっきの分岐を言い訳にすると分岐そう理科とかはね割とちゃんと並んでる感じはするんですけど、はい、うん出る問題がだって同じ教科なのかってぐらい問題が違うんでそうですね皆さん見てくださいそのなんかあのなんか東進さんとかのね過去問題食べるとか見てもらえばいいんですけど、うん、東大の日本史の問題ピッ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 って見てその後早慶の問題見てください全然違うからね、うんうん、なのでまあちょっとその辺はありますあとはまあ早慶の中でまあ、学部ごとに多少難易度が違ったりするんで、うん、まあ、その辺はちょっとまあご愛嬌ということで今日話し続けたらまたここから15分ぐらいかかっちゃうんで、うん、はい、ということでやらせてください、はいはい、というわけでご教科話しましたかね。話しました、はい、まあ、というわけなんであの結構ですねいろいろな観点であの見てもらってこれからの、ね、過去問演習に役立てていただければなというふうに思います、まあ、結局なんか国立は国立私立は私立じゃねえかって言われるかもしれないんですけども一部ね慶応の医学部の話だったりとか、発見もあったと思うのでぜひね活用してもらえればと思います。というわけで本日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。本日の Q&A。一橋のソーシャルデータサイエンス学部誕生の影響で、はい、東工大の情報理工など、まあ、最近かなり難しくなっていた情報系の難関大学。は、まあ、多少簡単になると思いますかっていう質問です、はい、思いません思いません、はい、あのというのは、じゃあ一橋のねところに3000人ぐらい入れるんですかって話ですよ、うん、そんなことないわけですよね。ということはそもそも、ね、文系でも受けられるんでよっしゃ行ってやるぜっていう人もいるだろうし、ね、そもそも、まあ、いろんな事情で東工大はきついけどみたいな人も受けに行くかもしれないし、うん、いろんな人が多分受けに来るんですよ、うん、でそもそも大学の、における情報系の学部特に難関大の学部の定員のスピードよりも行きたい人の増えてるスピードの方が多いんで、うん、だから簡単になることはないですね。まあ、はい、鈍化するぐらいじゃないですか。まだ鈍化する可能性はありますけどね。ただ、うん、まあでもいや人気ですよ。人気だよ。どんどん人気ですよ。むしろ今まで情報系行きたいけど行けないなっていう人が行くようになるだけじゃないですか、うん、とかね。あとはやっぱ結構多いのは最近さ文系でも大学行ってからちょっとこうねプログラミングやってみたいとかそういう人多いじゃないですか、うん、多いそうです。そういう人がいやいや文系選択にしちゃったけど一橋行きてってなんてなると絶対いるはずなんだよね。絶対います。そう、だからそう考えると、まあ、むしろなんか人気がより盛り上がっちゃうんじゃないかというああいうことをすることで、そうですね、うんうん、一橋なんか結構その学部間の移動みたいなものを実はしやすい大学であったりするのでなんか結構そういうところで一橋に入った意欲が上がる人が多いかなっていう感じがしますよね。はい、うん、なのでね、まあ、頑張ってやってください、はい、楽になることはないと思います。今日の話は以上です、はい。